3% 以上の緩和します。また、5% 以上の節電としていた中部、北陸、中国の各管内については、中国と北陸では 4% 以上、中国では3% 以上にそれぞれ緩和します。一方、九州、四国、北海道の各管内については 3%、九州